皆さんこんにちは、藤田信也です。リチャード T スタイル、このニューヨークスタイルを愛して、早30年ということで、やっております。今回10分ピアノの、ボリューム4ですということで、すごい久しぶりに、ちょっと間空きましたけど、今回はローズピアノでやろうと思います。前回はストローキーの続きやろうかなって言ってたんですけど、さすがにまあ、3回ぐらいずっとピアノが続いてたので、今回はちょっとまあ間も空いたので、また皆さんのねリクエストからも、LAP の音でスローな、ナンバーもちょっとやってほしいなっていう、お声もあったので、今回いよいよ、私のね、相棒の、ローズピアノ、これは、次男坊くんなんですけど、長男坊は東京の方にいるんですけど、ローズピアノの、今日はデビューということで、皆さん、よろしくお願いします。実は間が空いたっていうのもですね、この6月に、私このローズピアノっていうのは実は全部自分でこう修理して、まあ、アンプからこのプリアンプの電気系ですね、で調律とか、鍵盤機構とか全部まあ自分でメンテナンスして維持させてるんですけども、この機会に、実はローズピアノの工房を、立ち上げました。名前もですね、リチャード T の T、それから T の家、T ハウス、T の家の、ローズピアノの工房ということで、T ハウスローズピアノ工房という名前にしました。詳しくは、概要欄のところにですねリンク貼っておきますので、また見に来ていただければと思います。ということで、先ほども申したように今回、このローズを使ってやるってなった時にやっぱり最初はこの曲だろうということで、リチャード T のですね名曲マイスイートネスの、イントロ部分をやろうと思います。で、この動画を初めて見た方もいらっしゃると思うので趣旨を説明しておきますと、リチャード T をそっくりに弾くとか正しく弾くとかそういったことは、一切目的としてません。これはあくまでリチャード T という、まあ、素晴らしいピアニストの、このニュアンスをですね、まあ、自分なりに勉強してきたんですけど、その中で、培ったものを例えばコードワークであったりとか、こういう、リズムのことであったりとかそういったことを、なんかヒントになればいいなというふうに思ってます。それでは、行きましょう。ではですね、まず、冒頭の、イントロの、弾き方からですね。という、ところから始まります。次に、この、コードもですね、実際リチャード T 自身も、さまざまなライブでもう毎回弾き方が違うので、これが正しいっていうのは、
ないです。僕も実際ライブでは、いつもちょっとずつ違ったことやるので、もう一回やってみます。ですね。で次に、これはあの Gm9 というコードなんですけど、このコードワークで下がっていってます。これを早く弾くと、でここはあのいつもやってる、パッシングトーンですね。半音ずつ下がってくる、リチャード D 特有のボイシングですね。もう一回やります。もう一回やります。で、これはあの Em7/9というキーなんですけど、です。で次にですね、あくまで代表的な弾き方として、こういうパターンでもいいと思いますし、ですね、この、2パターン、練習したらいいんじゃないかなと思います。これが1つ目のパターン、次のパターンが、特にこの2つ目のパターンの、右手と左手のこの組み合わせっていうのは、結構さまざまな、場所で、あのリチャード D が愛用してる、パターンだと思います。でここは、流れるように弾くところですけど、基本的にあのファートラートレオの音を、こう順番に押さえていくという感じですね。これを早くやると、となります。で、スティーブ・ガットのドラムが一緒に入ってくるところですけれど、この部分もですね、あの本当にライブによって毎回弾き方、実際僕も違います。まあ、代表的なパターンですね、2つぐらいやっとこうかなと思います。2 3で、この音もやります。こういうつなげ方も綺麗ですし、もう一つで、どちらにしてもこれあのコードで言うと、Gb7/9、もしくは、まあ、Fb7/9なんですけど、これをこういう音にするか、
これか、どちらでもね、その時のこう気分によって好きな方を使い分けたらいいと思うんですけども、まあ、こういったコードを使ってやります。もう一回やっておきます。もう一つのパターン、ワン、ツー、スリー、ブン。はい、ということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。ボリューム4、マイスウィートネスの、イントロ編、これで終わります。今回はですね、ちょっと左手と右手と一緒にやりましたけども、これ実際に分けて練習するのでもいいんですけども、一つのコードとして、覚えていったらいいと思います。なので、これもですね、何回も何回もこう見返して、で、響きっていうのを、新たにこう体に、耳に、入れていただければなというふうに思います。そしてですね、次の、ボリューム5はですね、マイスウィートネスのこのメロディー部分ですね、メロの、メロディー部分をやりたいと思います。それでは皆さんお元気で、次またボリューム5で会いましょう。ではでは。